アバテレは、ニーウの南西の海岸にある村、アバテレとも、人口は2007年の時点でおおよそ200人が住んでいる。村の主な海岸沿いの小道であるアバテレビーチは、アバテレ湾の海岸に沿って伸びており、島で最も大きく、知名度の高いビーチである。砂は大部分が荒いものの、住民にとっても、観光客にとっても重要な水泳とピクニックの場所である。 アロフィのニューエ国際空港とサーロバートレックス埠頭が建設される前は、アバテレビーチは島を訪れる多くの人の主要な上陸地点だった。アバテレに加えて、ニューエの EN、ミューティラオ、ゥアパ、アロフィ、ハクプーは、サモア、トンガ、プカプカ島からのポリネシアの航海者が1300年よりも前に定住した後の最初の主な村である。 アバテレビーチは1774年、ジェームズ・クックが島をサベージ・アイランドと名付ける前、3回目と最後に上陸を試みた地点でもある。それ以来、ここは上陸と公式な歓迎の場所であり、レブ・ジョージ・ローズと彼の弟であるドクター・フランク・ローズのような宣教師や、かつてのポール・リーブスのようなニューエとニュージーランドの総督など多くの立役者が、 太平洋と世界を越えてやってきた。ありがとうございます。